この時期の朝の並びは命がけです。メカカスのヤーマンです。本日も始まりました、身体実践2日目。凍えそうで今年初の北海道を持ってきました。ちなみにちょっと雪降ってます。それでもパチンカス、パチンコのためならなぜか朝こんな寒い中なぜか並べてしまう。そして飲まず食わずで夜までも打ててしまう。そして勝っても負けても焼肉もしくはラーメン、パチンカスあるあるだと思います。ということで身体実践2日目何を打とうか悩みました。どうしても打ちたい一発台みたいな台がある。確率は甘いらしいが1/4 25% を引いてさらに1/2 50% を引けば一撃3000発からの 88% ループらしい。ラッキートリガーです。一発台完全攻略目指して本日も応援よろしくお願いします。ちなみに前日なんですけど見てください、この台4分の1は引けたんですけどその後2分の1は引けなかったなと思います。そして淡々と1回もラッキートリガー入ってません。入金さあカスタマイズ、ノーマルモード、猫の出し惜しみモード、猫の知らせモード、多分これが先バレですかね。ちなみになんか裏モードもあるらしいですね。そしてカオル告知アップ、カオルくんがなんかこの辺にいるらしくて光るとなんか熱いらしいですよ。まあもろもろありますけれども、まずはこの 2V1 当てるためにこの先まで行きたいと思います。さあ始まりました、にゃんこ大戦争。スロットの方ではだいぶ人気はそこそこあったんじゃないかなという台ですけれども、パチンコになって新登場しました。この台なんですけど155分の1と引きまして、その後に4分の1を取り、さらに 50% を取ることができるとラッシュに突入でございます。 50% 取れたと3000発で終了。もはやもうパチンコ界の一発台と言っては過言ではないんじゃないでしょうか。4分の1と2分の1と言ってますけれども、155分の1の4分の1なんて4倍、約650分の1ぐらいですか。それの2分の1なんで1300分の1ぐらい、ラッシュの突入率、一発台のプロが完全攻略してみせます。本日も応援よろしくお願いいたします。さあ初めて変わったんだな。さあ先バレなし、お二声まで来たよ、これいけ、行ったんだけど、ちょっと待って、先バレしてるんだけど。さあ155分の1を引きました。先バレなしで当たるということはいいんじゃねえの。さあこっからだよね、こっから。さあいけ、1/4、薄いところの方が引ける説あるよ。 50% は取れないけど 25% は取れる。あー青のまま、あー黄色、黄色、来た、黄色来た。さあ黄色で割合は少ない。あ、おいったいった。さあ何ですか、一発目から決めたい。弱そう、これ相当弱いやつじゃない。チャブ台返し的な、これ背景チャブ台返しだけどオマージュしてる。お前そんな食えるだろう。あ、タイムガンド食えよ、食えって。これ赤星とかんだろうな、これ多分な。大丈夫、いける。一口くらい食えよ。なんで俺曲がるんだよ。アンドルを戻してください。どっこします。さあさっき先バレでしないで当たったやつ、さっき仲間来たもんね。そう簡単には当たらない、3人無理だろ。いけるんだ、
のラスト。いける、先バレどこ行ってる、すごいブルってるブルってるブルってる。え、これさっきブルったっけ。え、何これ、先バレしたらラッシュだ。さあ青のまま、さあ青のまま、今回はうわーきっと。さっきよりきつい、おそらくこれ上に行けば行くほど熱いよね。さあ台が出る、弱そう、猫ホッピングいや、どっかで見たことあるんよこれ。なんかもう、え、これなんだろう、はい、はい、これ押してんのにリズム力がない、はい、ミス、押してるんですよ私、はい、ちゃんと押してたら反応したいんだが、ほら、いける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 、ホップステップジャンプこの台やべえ台かもしれない。3枚目やっと、お前2万使って初めて光ったぞ。2万500円です。 25% だろそれで。え、悲観台で当たって 25% だろチャンス。ようやくよ、宝箱量すごい強そうだけど、なんかこう宇宙と戦いを感じるよね。さあこれステージチェンジね、多分もう一回来たら多分熱いのよ。あー行っちゃうんだ、はてな、よえー、これ外したか。やっと先バレしたのに、えっと、あ、ただリーチになっただけ。鏡台が映ることもお分かりいただけたのか。なんか映ってた、カモン、緑のまま、本日一発の先バレだよな。スーパーリーチだったらこれ1回目だよこれ。それぐらいあっさりしてます。さあナンバーとか出るんじゃないの、出ないの、チャンス、お前めったにならないんだぞ、おい、ただの6点知らないの、はてな、今のところこれ暑そうみたいなのないな、はてな、普通多分暑とか出ると思うんだよ、この保留だね、いけるでしょう。なんで先張りつけたのこれ、もう300回転ハマってるんですよ。じゃあ2万6500円です。さあお友達来てよ、お友達来てよ、お友達来てよ、 XP、 おお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 、何 XP って、闇落ちしてるよね完全にね。お、今まででは一番良さそう、3点じゃん、絶対熱いじゃん、今まで奇数転売したことないっすよこれ。3000あんじゃねえの、もう当たった気になってます。サンプル正直だからね、ボタン押します。もう何も来なかった、はい、
デコダラボッチだったら、うわこれ懐かしい、アラジン、アラジンです、これアラジンのリンチ、音的にも、いやいやいや嘘でしょ、俺もダメだ、伝えられないです。皆さん、あの裏モードいきます。おおお、めくれる、めくれる、めくれた、めくれました、丸ボタン長押しでめくれましたね。ドシンプルモードか、演出の精度も下がる、神キャラ系がアップで、五流入賞時に猫で降臨ガチャを押します。これ鳴ったら当たり、これでいきましょう、これでいきます。いい加減だもんね。やったー、これか、やっぱりね、先回りでこうならなきゃいけないですね、赤くならなきゃ。これ下がらっしゃね、さあこれ1先輩、さあさっき1回外したやつよ、さっきは緑で外れました。ああ、やっぱり緑止まりだった。さあ裏モードにしているので確定のはずです。投資3万円、ようやく降臨ガチャ、気持ち入れてるわ、来い、いや、いい球入った、そろそろいいだろう、来い、ポセイドン 30% お願いします。お、え、ゼウスじゃね、これギガントゼウスじゃね、ブルンデル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 、これ一番熱いやつだろ、取ったか呼ぶ位置、そうだよな、いつも 50% は引けない、 25% は引ける気がする、まあ、これ取ってもその後 50% 取らなきゃダメなんだけど、いけるよ、いけるよ、いきます、皆さん気合を込めた、マチンカス界の豚、豚カスタム、なんでだ、なんだ、嘘でしょ、ハンドルを戻してください。こいつ舐めてるわ、そろそろ笑えねえぞ。さあ2回目光りました、ガチャ落ちてきた、おーおお、噛んだね、これ噛んだね、吸い込まれたよ、はいはいはい、おっと、どうなんだこれ、これが刺さればね、刺さります、刺さんないの？え、これ外れて、あ、もう一回来た、さあ、このリンチで初めて当たります、このカットに外れるからね、さあ、投資37,000円、さあ何色だ、よし黄色、いやー黄色か、さあ落ちてくる、さあこれはポテトか、ポテト落ちてきたよ、これ熱いんじゃねえの、これ熱いやつじゃない、エイバード落ちてきたら当たりじゃない、ほらほらほら、チャンスアップ、カモン、
何が神なのよ。ゾッコビしかない勘だから。完全告知の3発目でございます。合計5回目です。もうねこれね、テンパイが7とかあるんだろうな。さあこれ疑似目扱い、ステージチェンジ、これいいとこなんじゃない。かなりさあ7ではないが奇数にはなってくれる。さあアラジンのリーチで、うわっ、頼むよ、もう投資4万2000円、緑以上、緑以上が欲しい。よし、一気にのいかねえ、歯です、せめて歯です。そろそろ頼むよ。お、これ歯ですじゃね、歯です。さあさあ来たよ来たよ来たよ、ハーレス、これ軍じゃない、違うの、ノーマルパターン。さあ、さあタイトルは普通だったよね、これ白緑まで来た、緑で押し切れないか、押し切れない、切っちゃって、はい、かー、お前なんなら当たんのよ。やべえなこの一発。さあここです、これで当たります。さあはじめこいつからスタートしたんです。おお、なんか来た、なんか来た。さあ味方来てるよ、このパターンは初めて。さあ頼む、みんなまだこいつがいるんだが、これって当たりの時に使ってたわけじゃない、これ絶対チャンスアップだって、違和感だよこれ絶対。緑にはならないんだ、これアフロディーティーまで来るんじゃない、ピンクだもん。せめてアフロディーティー欲しい。お、ポセイドまだいるんだけど、何こいつ、絶対当たってるでしょこれ。さあタイトル赤、おお、なるほどね、これ熱いでしょ、どう考えてもチャンスアップにいたんだ。おお、ついに来たじゃねえの。さあ投資4万2000円です、これ絶対チャンスアップでしょ、いくぜ、ぶたかしてめ。かっこいい、ついに来た、6スルメです、完全勝利、完全攻略まであと50分、やっと来た。まずは3000、ありがとう。まあ打ちっぱなしで大丈夫そうですね、はい、こぼしもないです。さあここでずっと右打ちしっぱなしですぐに始まるはず、違うね、つまりここで 50% を取れるかどうか、ちょっと待って、いや横目だ、パチンカスケのタップ、豚カスタム、よし、とりあえず1で渡ったぞ、ここの 50% で全てが決まる。もう俺これ引ける気しないからさ、頼むから出てきてくれ、ここで決まるんじゃないの、これもう決まんないのか、よし来い、ないのか、ダメなの、
満タイヤだったけど、ここでチャンスってことか。決めるぞみんな、頼むみんな力を貸してくれ。もう決まってるだろうけど、興奮してます。もう朝から約4時間、約4時間かけてきた。行け行け、頼む頼む、来い、祈る祈る、世界一苦手な50番落ちた。やったこれが豚カスタムの力です。2日かけてこのタイヤやっと入った。これもう娯楽じゃねえよ、ギャンブルだよ。もう全然似てねえよな。ありがとう、ありがとう。まずい。待てよ、待て待て待て、まだ4回で、まだ4回で、さすがにこれ保留がなかったからだと思います。それはない。え、いやいや、ありえないありえないありえない、4回転でまだこれ残保留なんだけど、それはないよね。まだやってない、始まってないよ、まだこれ残保留だよ。嘘でしょ、嘘でしょ、は、え、え、え、待って待って、始まってないんだけど、まだ、え、残保留なんだけど、4回転目のハサミ復活あるでしょ。は、残保留でラッキートリガー終わったんだけど、完全攻略しました。そんなことある？ 50% 取って実質単発じゃん。一発台の神様、そりゃねえよ。やっと入ったラッキートリガーで、売り場までで入ったラッキートリガーで一番出てないです。こんだけ2日間この台かけてやっと入ったラッキートリガー、保留内連続落ち、保留内で155を引いたってことでしょ。さすがにこれはないと思ったんで、ないだろうと思ったけど、ありました。これが真実です。もう正直ね、心の中ではもういいかなって、もうこれ以上打つの怖いって思ってますよ。しかも取っても 50% よ、次も外れでしょ確率的に。気持ちを一回打ち尽くすって今ね、外出たんでいいとこ見せなきゃいけないって思ってるんで、あと持ち玉と5枚まで行きたいと思います。俺はまだ負けてない。暑いね猫。いや3点、激アツの3点だこれ。できたら7点が良かったが、もう3点の時点で50%オーバー。みんなも暗黒猫、さあ何色だ。緑、速攻の選択があるのならば速攻で引き戻しがあってもおかしくない。黄色止まり、さあ来い。ゼウス、アクロディテ、弱そう、ポッピング、ダメや。タイトルも普通、赤だったらチャンスアップ、ナイス10%、ナイス、ナイス。どうなればいいかさっぱりわからないけど、間違えろ、まだわかんないで、この後復活もあんの、諦めてない。
もネクストじゃん。N がいいね、 N がね、 N だったら行きそうだね。はい、 N 3なんだね。俺の心も浄化してくれよ。どっかで見たことある消しゴムだぞこれ。ゴム猫もう頼む、収束してくれ。いやー黄色なんだ。それでも多いね。頼むって、頼む。なんでそこ引く。逆にチャンスじゃね。タイトル赤白なるほどね、サンスが出てくればいいんだね。これよこれ。なんでラスト負けんなよ。まだあるよ、ここ倒れた時に動く。ハンドルを戻ってください。まだまだ早めに引けてるから引けてる。残り732、133。さあ来たよ、中岡来たら。これ熱いからな。そう、こいつ倒した時じゃない。こいつじゃないのよ、ここなのよ。ここにいて当たったのよ。来ない、来ないの。デジャブ。こんなに 50% も引けないけど、やっぱり 25% も引けない。いや、さっきはこいつで行ったんだぞ。ノーマル。お、これチャンスアップ。何もない。いけ。ハンドルを戻してください。やろう、10回目。とうとう。この時が来ました。全のバレです。これでダメなら諦める。泣きの1万円 H。 ラストチャンスかもしれない。あ、なんかいる、なんかいる。これがラストかもしれない。10回目の初当たり。さあ10回目。青止まり。お前そりゃねえよ、お前そりゃねえよ。お前ホッピングじゃねえよ。はい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 、10回目、ホップステップジャンピング、ありがとうございました。10分の1です。実戦終了。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。朝から並んで6時間以上かけて打って10回ガチャ引いて6万負け、1回ガチャ引くのに6000円かかって中身が出てきたのは1個、本当の意味での連チャンを決めての一発台、本当に1回で終わりました。こんなことがあっていいんでしょうか。やっぱりラッキートリガーはST じゃなきゃダメよ。転落式はもう信用できない。なんか巷では一撃で10万発出たなんていう話、恐ろしい話聞きますけど、こういうやつがいるからみんな連チャンする人がいるんです。これがアベレージってやつなんですよ。俺みたいな引き輪がいるから引き強がいるんです。どうなってんのよこの世の中。もうパチンコ向いてない。本当に一発台にやられた。もうね、あれはパチンコじゃない。だからパチンコじゃないよみんな。本当にね、当たってからが勝負みたいな、そういう体でした。おそらくもう最後のスロットで負けた、パチンコで負けた最後に夢を託そうで1万か2万入れる台だと思いますんで、そういう形で打ってみてはいかがでしょうか。朝から行く台じゃない、怖すぎる。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の結果なんですけれども、投資6万円回収ゼロです。みんなはね、僕みたいにならないようにしてください。信頼人生まだまだ続く予定です。ぜひチャンネル登録と高評価、メガカスの生き様、そしてパチンコのリアル、スロットのリアルをこのまま引き続きご覧ください。見ていただけると嬉しいです。来店スケジュールも出しておきます。ぜひメガカスと一緒に移っていいと。12月はね、ラスト初の仙台に行く予定です。新店舗のマルハンらしいんでね、ぜひ皆様一緒に打ちましょう。大勝負決めたいと思ってます。それではまた、さようなら。次回信頼お楽しみに。俺はまだ負けてない。